はい、二度のご飯よりお菓子大好き芳名です。はい、ということでですね、三度の飯じゃなくて二度の飯、はい、ということでですね、あれなんですね、私朝ごはんは食べないんですよ。だから昼は食べて、夜も食べる、そして寝る前に、寝る前はお菓子だからいいんかということでね、二度の飯よりお菓子が大好き。はい、そんな私はですね、今日は、以前ね、このね、お米、はい、お米を紹介しましたよね。よいしょ、これお米のお米ストッカーですね。はい、5kg の米袋がぴったり入ってすっきり収納って書いてるこのお米ケースをね、紹介しまして、このお米ケースの中に、よいしょと、はい、絹娘ちゃんですね、これ島根県産の絹娘ちゃんがね、すっぽり入ったんですね、ということで萌え米の絹娘ですね。はい、ということですね。それで今日はですね、頼んでた他の萌え米がやってまいりました。いずれも、一つはアマゾンで購入したのかな、違うのかな、アマゾンじゃないか、一つはどこだろう、まあいいや、 J ウゴさんかのサイトで買ったんですけどね、ちょっと待って、重たいんだよね。はい、よいしょ、 J よいしょと、はい、よいしょと、重たいな、重たい、どうしようかな、よいしょと、ちょっと待ってよ、重たいんで、どうしようかな、こうやろうか、よいしょと、はい、はい、こちらミルキークイーン、はい、あとこちらにもですね、箱に入ってる秋田小町のですね、あるんですけど、よいしょと、よいしょと、よいしょと、いいや、はい、こちらですね、ミルキークイーン、秋田さんの、秋田県のミルキークイーンです。こちら、冷たくされたって私の美味しさは変わらないよ、だってどっかのね、本当にね、プリンセス、まさにミルキークイーンといった感じですね。このね、秋田のね、この稲穂の中にこのドレスをまとったプリンセス、はい、これですね、こちら 2kg ですね。はい、そしてさっき箱に入ってた分、箱に入ってた分ですけど、よいしょと、開けますね、はい、よいしょ、はい、こちらです。こんなやつ、JA 秋田 JA 宇後秋田小町ね、イラストは西又葵、ちょっと漢字が読めない、まあいいや、はい、こういった感じですね。はい、こんな感じ、まあ、後ろはね、なんだろう、秋田の街が映ってるけど、表のパッケージはこんな感じです。はい、こんな感じですね。はい、いいですね。はい、萌え米、いやー、結構秋田美人ですね。はい、秋田美人だ、本当に。
本当に秋田美人。うん、もうちょ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 、まあ後で後でこの秋田美人のこの子を後で食べます、食べますからね。はい、後でね、あのこちらミルキークイーン、こちらも後で食べます、こちらの方をね食べますからね。はい、またね食べた時のどうだったかっていうあの感想をしたいと思いますのでね、はい、楽しみにしていてくださいね。え、この子を食べちゃいます。いやいや変な意味じゃないですよ、これあの お米なんで、お米ですよ。はい、食べるって言ってもあのいやらしい食べるという意味じゃないですからね。はい、はあ、しかしこの子はどんな味がするんだろう、さぞかし美味しそうなんでしょうね。うん、チュッチュしたくないよ、本当に本当にね、チュッチュというかもう口の中入れたいよ。うん、いやいや変な意味じゃないんですよ、口の中入れるってあのお米ですからね、お米は口の中入れないとご飯にしてね入れないと、そういう意味ですよ口に入れるっていうのは。はい、そういう意味ですからね、勘違いしないでくださいね。はい、ああ本当にこの子美味しそう。いやあ、秋田小町こちらのこの子も美味しそう、すごく美味しそう。はい、はい、こちらはどうなったかって、こちらは前にあの食べたことあります。はい、こちらのね、絹娘ちゃんですね、島根県の絹娘ちゃん、こちらもですねこの子本当に美味しかったですよ、すっごく美味しかったですこの子。いや可愛いだけに美味しいですね。はい、ということですね、このじゃあこの3人のですね、この3人のお米たちのこの3人のうち誰が一番この3人が美味しかったのか、この子たちをですねじっくり堪能して食べてみて、どの方が一番かをまたですね紹介したいと思います。はあ、それにしても興奮してきますね。はい、ということですね、またですねその時の動画、これ3つ同時に炊こうかな、どうしようかな、釜が1つしかないしどうしようかな、まあまたちょっと考えます。というか今のお米も食べ尽くさないといけないしな。はい、ということでした。ではですねまたですね食べてみたいと思います、この女の子たち3人を食べてみたいと思います。じゃあねー。